皆さんこんにちは、くんすけです。だいぶ歌用の笛も慣れてきまして、ドレミファソラシドも定着してきました。まあ、毎日ね吹いてるんで、まあ慣れるよね、やってれば。で今日はウォーミングアップをしていきたいと思います。篠笛の音色を、篠笛の良さを生かしながらね、篠笛本来のね音色というのを出しながらですね、やっていきたいと思います。労働管5本調子を使ってウォーミングアップをしていきます。自分もまだね、なんか吹き方がね雑なんですよね。篠笛うまい人いっぱいいますね。あれ見るとね、もう自分が残念でならない。どうやったらこううまくなるのかな。超うまくなりたいですね。頑張ります。はい。